大阪法務局は、大阪市にある法務省の地方支分部局で、大阪府を管轄している。なお、局長は、管内の地方法務局を指揮監督する。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は大阪市、商業、法人登記は大阪市、平方市、寝屋川市、片野市、森口市、門真市を管轄している。 京都地方法務局は京都市にある法務省の地方支分部局で京都府を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として不動産登記は京都市を管轄している。関内市局出張所神戸地方法務局は神戸市にある法務省の地方支分部局で兵庫県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として不動産登記は 神戸市を管轄している。関内市局、出張所奈良地方法務局は、奈良市にある法務省の地方市分部局で、奈良県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、奈良市、山和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、生駒郡を管轄している。関内市局、出張所大津地方法務局は、大津市にある法務省の地方市分部局で、 滋賀県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、大津市、草津市、立東市、森山市、安市を管轄している。関内市局、出張所和歌山地方法務局は、和歌山市にある法務省の地方市分部局で、和歌山県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、和歌山市、海南市、 海藻軍を管轄している、館内支局、出張所、ありがとうございます。